おはようございます。主の御名を褒めたたえます。まるで天国にいるかのような、今ちょうど天国の賛美を歌ったばかりですけど、本当天国ってこんな感じかいのと、思っていますが、20年前はですね、ちょうど20年前の3月に、広島大学を卒業して大阪の方に行きましたけれども、本当に礼拝に出していただくのはですね、その時以来、ということでですね、懐かしいというかですね、同窓会というかなんというかですね、本当に皆さんとお会いできて、そしてまた新しいですね、皆さんともお会いできて、心から感謝を出しております。宣教師の、人生というのは3年ごとが一タームでして、2年9ヶ月ですね、現地で働いて、そして3ヶ月、帰国して報告するという形に、なっています。ただ3ヶ月の間に全国回ることは難しいですので、大体日本を2つに分けてですね、5教区か6教区かですね、そういった形で、巡回、することになっています。ですから普通の場合はまた皆さん6年後にお会いしましょうというですね、そういうことになるわけですけれども、6年前はですね、水曜の祈祷会ですね、夜の祈祷会に確かお邪魔したと思うんですけれども、今回は初めてこのようにして、礼拝で皆さんに、このようにですね、お渡しすることができますことを、心から、感謝をいたしております。あの後大阪に行きましてですね、そして大阪で、大学の教師になろうと思ってですね、大学院に一等におりましたけれども、なぜか不思議なことに神様はキリスト教の翻訳の方にですね導いてくださって、そして翻訳者としてさらにキャリアアップするためにですね、フィリピンのですね、これもドラマというか長い話なんですが、フィリピンの神学校に導かれまして、それでフィリピンに行くことになったんですね。そしてフィリピンの神学校で出会った友達にですね、今度はフィリピンのもうど田舎ですよね、もう地球の田舎って言っていいかもしれませんけれども、導かれましてですねそこで小さな開拓教会があってですね、もう10年間やっても先生燃え尽きそうになってて、もう日本人が来たからぜひ行って伝道集会してほしいみたいな感じでですね、そして、礼拝で、もうなんちゃって伝道メッセージをしたらですね、なんと4人の女の子がイエス様を信じてしまったんですね。そしてもう先生はもうね、大泣きでもうやっててよかったみたいな感じでですね、もう私もそれにほだされてですね、もう言わなくていいのに来てよかったみたいな感じですね。それでもうその 大学院ですね、進学校のあるところからバスで7時間、山道を歩いて5時間6時間のところなんですけれども、もう私ね1ヶ月に1回お手伝いに来ますよって言ってしまったんですね。もうそれが全ての物語の始まりでしてですね、そして進学校でギリシャ語を教えたりですね、いろいろな奉仕ありましたけれども、本当に導かれてフィリピンに残ってですね、そして宣教師として6年、フィリピンに行ってから11年半がですね、経っています。もうだんだんフィリピン人に見えるようになってきたということですね。今日はわざとフィリピンの民族衣装着てこなかったんですけれども、あんまり努力になってないかもしれませんね。本当に今日は皆さんと、主のですね恵みを分かち合えることを心から、感謝いたしております。今日はですね、ルカの福音書の、21章、10節から19節を、お開きしたいと思います。ルカの福音書の21章10節から19節、ここには出ません。ルカ21、10から19、新教同訳聖書で、そしてさらに言われた、これはイエス様ですけれども、民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。しかしこれらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、
私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。それはあなた方にとって証しをする機会となる。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかしあなた方の髪の毛一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を借り勝ち取りなさい。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの名をあがめます。私たちをそれぞれの場所から召し出し、今日このところに招き入れてくださいましてありがとうございます。共に一つと心に一つとなってあなたを見上げ、あなたを礼拝することができますことをありがとうございます。賛美の中に、祈りの中に、証の中にいてくださるあなたが、この御言葉にも臨んでくださり、どうか私たちにチャレンジを与え、私たちを作り変え、私たちの今週の歩みを導いてくださいますようにお願いをいたします。最初にあたりイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご存知のようにこの箇所はイエス様がお弟子さんたちと一緒に最後のエルサレムに来て十字架にかかられる前の出来事です。エルサレムは当時のこのユダヤの国の、都でして、今東京はスカイツリーなんていうのがですね立っていて、フィリピンからも NHK しか映らないんですけれども、ワクワクしながら見ていますけれども、本当にこう壮麗なですね建物が、神殿がこのエルサレムに立っていてですね、そして弟子たちはポカーンとですね口を開けて、まあおそらく見ていたんでしょう。今回家族でですね帰国して、妻と娘と帰国していますが、まあ、娘が頑張ってですね一緒に全国を回ってくれましたので、まあ、ご褒美にですねこのシルベニアファミリーというのがありますよね。あれをあの子供のくせに3年分大人買いして帰りましてですね、まあ、ヨドバシカメラマルチメディア梅田店というところに買いに行ったんですね。そしたら、まあ、大阪駅の前に大きいのが立ってますよ。あれを見てですねもう娘はですねもう地球の田舎者ですからね、見上げてですねうわーごっつわーって言ってるんですね。あのフィリピンで育ってますけど、あの関西弁と英語のバイリンガルなんですね。もう弟子たちもですねおそらく口をポカーンと開けながらですね大きいなーって言ってたと思うんですが、まあ、それを見たイエス様はですね、もう先を見越したようにですねこの神殿の2つの石垣がですね2つとして同じまま重なったまま残ることはないと言ってるんですけども、完全にこのエルサレムは破壊されるという話を始めておられるんですね。そして、ここの箇所に来るわけです、戦争について語り、地震について語り、飢饉や疫病、そして天変地異についてですね、これから起こることを語っておられるわけです。そして、弟子たちに対してですねあなた方には迫害があるということを、語っておられるわけです。今日私はですねここの箇所を取り上げるからといって東日本大震災のことを語るつもりは、ありませんが、この迫害とですねそして、忍耐について、お語りしたいと思います。まあ、迫害というのはちょっときついですので、困難と忍耐、証明、証人として最後までというタイトルをつけさせていただきましたが、お語りしたいと思います。弟子たちはイエス様の弟子たちは12人の方がいらっしゃいましたけれども、1人、ユダはイエスを裏切りましたが、しかし後で加わったパウロを含めて12人の人たちは、ほとんど全員が、このお言葉の通りに殉教してですね命を奪われていったというふうに、教会の伝統では語られています。唯一黙示録を書いたヨハネのみがですねパトモス島というところに幽閉されて、まあ、天寿を全うしたということに、されていますけれども、
皆がですね、この信仰のゆえに、捕まえられて、そして命を落としていかれました。ペテロの場合は、もうイエス様と同じ十字架にかけられるのはもったいないからと言ってですね、クオバデスという小説に記されているように、逆さにして十字架にかけてください。逆さ貼り付けにあって、命を奪われていったんですね。そしてその迫害の歴史というのはそこで終わったか。キリスト教の歴史はその後2000年間続いていますけれども、この2000年間を通して迫害の歴史というのは繰り返されてきました。あるところに南の島に宣教に行こうとした人たちは自分たちが殺されて食べられることが分かっていたんです。しかしキリストの愛を伝えたいと言ってその島に行きました。やはり5人10人と殺されて食べられていったんですね。しかしその彼らが食べられていく中からですね、教会が生まれてクリスチャンが育ってですね、そして今はその南の島が宣教師を送り出す島になっているんですね。ヨーロッパからアフリカにキリスト教を伝えようとしていった人々は片道切符しか買わずに行きました。そしてスーツケースのなかった時代ですから、何をスーツケース代わりにしていったか、彼らは自分たちの棺桶をスーツケース代わりにしていったんですね。自分たちの棺桶に自分たちの荷物を詰めてアフリカに片道切符で出て行ったんですね。彼らは分かっていたんです。生きて帰ってこられることはない。家族に別れを告げ、友達に別れを告げ、そしてアフリカに旅立っていきました。ある人は3日後に、そして3週間後に、3ヶ月後に、3年後に、まずは子供たちから、そして配偶者、そして自分たちも命を病で、そして迫害で倒れてアフリカの基地になっていったんですね。しかしそこからまた教会が生まれて、そこからまたクリスチャンが生まれて、今はアフリカの国からですね、宣教師を送り出せる時代が来ているんですね。私たちはフィリピンのアジア太平洋神学校というところに拠点を置いておりますけれども、ここで去年からですね、中国の地下教会、家の教会の方々のリーダーたちを招いて研修を始めています。2ヶ月くらいの研修ですけれども、中国では迫害がありますので聖書学校を開くことができません。ですから自由なフィリピンに来てもらって、そこで牧師としての訓練を受けて、また中国に帰っていくというですね、そういうことをしているんですね。もうフィリピンに来てですね、自由に大声で祈り、自由で大声で賛美できるということにですね、彼らは本当に涙を流して喜んでいるんですね。まだまだその迫害がある、それぞれの都道府県に相当する州というものによって違うそうですが、なかなかそのこんな立派な教会堂は持てない。ですから、その日その日のですね、礼拝の場所を、話し合うんですね。市場でコタンとかやるんですね。ロペスさんちのお好み焼き屋さんとあそこちょっとダメです。ガラス張りですからね。何時？夜中の11時半、ね、みんなが寝静まった頃に集まって、そしてろうそく一本立ててですね、窓と扉のところには見張りを置いて、そして誰かが来たらろうそくを吹き消してですね、静まる。じゃないと捕まえられて、リーダーたちが捕らえられてですね、拷問にあってですね、ある時は殺されてしまうかもしれないというわけですね。ですから本当にフィリピンで喜んでですね、神様のことを礼拝していたんですね。私は、彼らにですね、本当にバカな質問をしてしまったんですね。いやね、こんな進学校の寮に詰め込まれてですよ、教室と寮を行ったり来たり、もうテレビもないし本当に退屈じゃないですかって言ったらですね、いや先生、私たちね、退屈なんてないんですよ。私たちは、時間ができたら祈ってるんです。もう私はですね、頭をガツンとですね、ジュワーンってね、今日あれがありましたね、ドラを叩くやつ、あれでジュワーンってですね、こう殴られたような気がしました。中国は今人口の 10% 以上がクリスチャンになっているといいます。なんと1億2000万以上の人々がですね、クリスチャンになっているそうなんですね。もう日本の人口を超えているんですよ。その秘訣がその迫害の中にある祈り、そしてその迫害の中にある
忍耐であるということを聞いてですね、私は本当に教えられた思いがしました。パキスタンからも学生が来ていました。その学生がこんな話をしてくれました。パキスタンとアフガニスタンの国境にいた牧師先生がある時ですね、アルカイダという人たちに、イスラム教の人たちに捕まってですね、拉致されたそうですね。そして、殴る蹴るの拷問をですね加えられて、そして、生爪を剥がされてですね、そしてそこに電気を 通されるような、ことをされたそうです。幸い彼らはこの牧師先生を連れて逃げ切ることができずにですね、雪の国境近くに捨てていかれたそうです。先生が見つかった時にはですね、もう気が触れていて家族の顔もわからないような状況だったそうですね。しかし神様は本当に憐れみ深いお方で、この先生を癒してですね、そして家族の顔がわかるようになって、そしてまたですね、この先生は自分が拉致されたその村に戻っていってですね、またその教会を牧師として働きを続けて、そして次の世代の人たちを育てるために聖書学校を開いているそうなんですね。イエス様はこの16章で、あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる、中には殺される者もいると言いますが、イスラム教の世界では家族にクリスチャンが出るというのは家の恥なんですね。ですから、親はさすがに愛情がありますから何もできませんけれども、しかし兄弟や、親族がですね、その人、そのクリスチャンを、警察に突き出す、あるいは遠いところにやって教会に行けなくしてしまう、あるいはある時には自分たちで手を下して殺してしまうということすらあるそうなんですね。このイエス様が お語りになったこのお言葉が2000年経った今も世界のいろいろなところで現実として存在している。本当に難しい国、中国、そしてパキスタン、その他の国があるわけです。ひるがえってですね、フィリピンというのはどういう国か、もうフィリピンというのはですね、もう超ゆるゆるのですね、簡単な国なんですね。あるところでですね、教会に招かれました。レストランの休憩時間を借りて、礼拝をしていたんですが、スピーカーが2つありましてですね、1つはこの講壇のそばにセットしてみんなが聞けるように、1つは窓を全開にして、そして外側に向けてですね配置するんですね。そしてガンガンに礼拝をするんですよね。窓の外はというと通りを1つ隔ててですね、その町の市場になっているわけです。ですから、肉や魚や野菜や果物をですね売っている人がですね生放送で教会の礼拝を聞けるというですね、もう日本でそんなことをしたらですね、もう200万500万の損害賠償を訴えられますよって言ったらですね、へーとか言って全然通じないんですよね。そして、誰も怒鳴り込みに来ない、すいません外人なんで日本語が、そしてですね、レストランにですね来て、なんとですね、イエス様信じたいんですけどとか来るわけですね。もう本当に簡単な国なんですが、じゃあその簡単な国でどういう働きをさせていただいているかということをですね、少しこちらの方でですね見せたいと、ありがとうございます、思うんですけれども、はい、まずはですね、時間の関係もありますけれども、少しですね映像を見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、映像をご覧いただきたいと思います。最初のクリップでは、私たちが重点的な支援教会と しているグリーンバレー教会とヒナロ教会というですね、あ、ダイラさんが検証員になっちゃった、ヒナロ教会という2つのですね、教会の様子をご覧に入れたいと思います。3年前のですね報告のビデオです。ちょっと古いですけれども、ルソン島という島の、北部での働きです。拠点であるバギオ、そこから2つのところにですね出て行っての働きです。こちらがですねバギオ市内のグリーンバレーという、教会です。
独身の女性のですね、アンジー先生という先生をお手伝いしています。まあ、グリーンバレー緑の谷という教会なんですが、壁の色はなぜかピンクというですね、ちょっと日本ではありえないカラーですよね。これがアンジー先生ですね。現地の言葉はイロカノゴという言葉です。そしてこれが日本からの宣教師ですね。はい、アタックでございます。まあ、最近はイロカノ語で説教することもあるんですけど、まだまだ英語で甘やかしていたんですけど、子供たちがですね、本当に元気に育って、なかなか難しい村なんですけどね、でも本当に希望がある教会です。そして子供たちの中からもリーダーが育ってきて、教会学校の先生や管理リーダーがですね、奉仕をしてくれています。妻のみゆきもですね、こういう賛美リードの、奉仕をいただいたりですね、しています。3年前はですね、よくここからこう車が落ちてきていたんですね。こう危ないということで、まあ、なんとかフェンスを建てたいと願っていたんですが、これは皆さんのですね、選挙献金のおかげで、フェンスを張ることができました。この4件を再開するというのはまだ実現していません。もう体験ツアーではですね、もう必ず来ていただいてお祈りしてもらうんですけどね、グリーンバレー教会。まだ娘が2歳ぐらいですかね。トム・グリーンバレー、ロッツって言ってません。次が、キナロ教会というですね、今度はかなり遠いところの教会ですけれども、こうやって山道をですね、峠の走り屋みたいにですね、行くんですよね。そしてもうくねくねの山道を越えてですね、そしてこうちょっと大きな町を抜けて、これはジプニーというですね、乗り物があって屋根に乗って撮ってるんですね。もうちょっとこう街の外に出るとですね、マッサージロード、乗ってるだけでタダでマッサージが受けられるっていう、もうほとんど脳震盪ロードですけども、まあ、向こうの車もこうやってですね、屋根に乗ってですね、いるわけです。世界遺産にですね、登録されたようなこう棚田とかがあってですね、まあ、本当に癒されるんですよね。そして山道を登り切ったところにあるのがこのカシブというところで、ここにキナロという村があってですね、キナロ教会があるんです。もうフィリピンの人本当米食いますからね、田んぼだらけなんですよね。1日6食も7食も米食ってますけどね。また後ろにアルバムがありますから、あの礼拝後にゆっくり見ていただければと思うんですが、こちらがですね、キナロ教会です。私たちをですね、山奥に連れて行った張本人のこのジョン・オルガノってやつですね、サレーンです。ここから全てのストーリーが始まったんですが、娘たちが仲良くして、これマンゴーの木に座ってるんですね。もうマンゴー食べ放題ですから、ぜひですね、お好み焼きに飽きたらぜひビリビリでマンゴー食べていただきたいと思いますけれども、まあ難しい村でですね、先生方落ち込んでばかりなんですが、こうやってこう古着なんかを送っていただけるとですね、励まされるんですね。そしてこの水牛ちゃんのですね、登場ですよ。この水牛ちゃんの、お風呂の横で洗礼式、ね、あ、もう臭い。手作りのですね、洗礼式を、するんですが、まあ、フィリピン時間というのがありましてですね、大体時間通り来ますよ。これもうみんなぼーっと待ってるんですよね、2時間。だからもう、その洗礼式が始まっても、もうみんな賛美とかする気ないんですよね。もう疲れ切ってるんですよね。
それはちょっとおちゃらけ映像ですけれども、牧師先生の飼い犬のクレバーってやつが先生と一緒にギターを弾いているというイメージです。その時彼ですね、ひどい皮膚病に悩まされていたんですね。痛い。そしてですね、まあ、この日のクライマックスはこの妊婦さん、臨月の妊婦さんがですね、これ遅れてきた張本人ですよ、3キロの炎天下を歩いてきてですね、そして臨月なのにこう洗礼を受けてくれたってわけですね。自分で座る洗礼式。この後ですね、まあ、寒いって言ってたんですけれども、もう本当寒かったんですけど、でも無事に赤ちゃん生まれてですね、今立派に3歳に育ってます。本当に感謝ですね。さて、グリーンバレー教会、それからキナロ教会という2つのですね、教会の様子を、ご覧に入れました。ちょっとフィリピンの教会の、様子が掴んでいただけたんじゃないかと思いますが、今度は車で行けない教会様子をご覧に入れましょう。それは2007年の体験ツアーの映像です。まあ、こういうですね、吊り橋を渡していく村もあるというわけですね。今ね、ちょっとね、選挙に出た立候補者が余計なことしてこうフェンスとかあって、観光資産としての価値はかなり落ちたんですけどね。でもまあ怖いのは怖いですよ。で、私のフィリピンでのふるさとへの道です。ラスイガン村っていうんですけどね、ここにオスカー・オルガノっていう私のお父さんがいて、その10年間やってダメだったっていう先生ですよね。そしてまあずっとこういう山道をですね、歩いて行くんですね。ね、ここ歩いてるでしょ。私ここでね、一回夜の朝の4時ぐらいに歩いてて、足滑らしてもこんな状態にもう死にそうになったことがあったんですね。もう本当にね、皆さんのお祈りが必要なんです。これね、鉄板を軽くするためにわざと穴が開けてあるシースルー吊り橋なんですね。こうしなくていいことをね、してくれるわけですよ。ほら、山道こうやって登っていってですね、そして礼拝後に、集会後にいただくのはこういうですね、土地の食べ物ですね。これカエルちゃんのラードで素揚げちゃんですけれども、美味しいですよ。何でも食べます。後で話しましょう、ね、個別に話しましょう。でもね、彼ここでカエル食って人生変わったんですよね。これ中央聖書教会、東京の中央聖書教会の本田先生っていう先生の息子なんですけど、ここで人生変わって来年進学校に行って牧師になるって言ってますね。フィリピンに来ると人生変わるんですよね、変わりたくなくても。今度は少しスライドでご覧に入れたいと思いますけれども、まあ、3つの柱ですね、山村の開拓教会、そして新学校ですね、翻訳者としてフィリピンのため、フィリピンから世界へ、そして日本の皆さんのためという3つの柱です。まあ、近い国ですけれども、100以上の言語があってですね、そして私たちの地域はイロカノ語という言葉を、話しています。イロカノ語で皆さんお会いできて嬉しいですよね。マーラクサカナカマカアンマンモカラカヤアーミンというんですね。そして神様を褒めたたえますというのはですね、マライダーヤオティアポジオスというんですね。アポジオスが神様、ディオス、ね、スペイン語のディオスですよね。ですからアポジオスって言ってお祈りしていた、アプリジオスってお祈りしていた感じになるんですね。まあそんな感じですよね。今日はちょっとなんか、お二人のですね、女性たち、ひどこ先生とマリコさんがイロカナ語で歌を歌えっていうんですよね。で、ちょっと泣きの入ったバラードを歌おうと思ったんですが、時間の関係もありますので、まあ、さっきの歌と一緒、天国の歌をですね、やがて天にてをちょっと歌ってみたいと思いますが、やがて天にて喜び楽しまんですよね。あ、聞きたくない？聞きたくない？これがですね、
インペンダム天体グローリアアンニャントーナラクサクダイタイナウダーマキタントキアリイカンタタイキバリギーって言うんですね。はい、一目果たしましたよね。確かに。でも英語もですね、フィリピン英語なんですよね。だからアメリカ英語だったら Thank you very much とかいうところですね。Thank you very much Thank you っていうのがですね、フィリピンの Thank you なんです。もう英語も一から勉強しないといけないっていうですね、そんな感じなんですが、東南アジアで唯一のキリスト教国、人口の 95% がキリスト教国なんですね。そんなところになぜ宣教師を送らなければならないのかっていうことですけれど、それはまた後でお話しますね。早くしてお話しします。時間をしてるんです。でも人口の 12% 8人に1人が海外に出稼ぎに行ってるんですね。ですから子供とおじいちゃんおばあちゃんを抜くと4人とか5人に1人が海外に来ているんですよ。すごい国ですよね。だからフィリピンにもこの教会にもフィリピン、あ、日本にもこの教会にもフィリピンの人は多いんですよね。さっきの地図です。東と北に出て行ってですね、バギオは標高1600メートル、ですから年中この冷房が入っているようなところでですね、クーラーも扇風機もいらないんです。ですからフィリピンって暑いでしょって言われるのが一番答えに苦しむんですよね。もういつも寒いんですよね、フィリピンにいて。はい、真ん中はですね、かつて佐々木先生という先生が働いておられたところで、たまたまですけれども本当に外側に出ていて、日本アセンブリドット教団として何十年にわたって拡大している働きっていうことなんですね。グリーンバレー教会とキナロ教会のお話はですね、もうしました。最近の様子ですけれども、温泉でですね、洗礼式です。この二人の女性もですね、本当に素晴らしい証があるんですけれども、まあですね、また、礼拝後に、聞きに来てください。これ、フェンス張ったって言いますよね。本当に感謝です。それトイレもですね、変えることができましたね。フィリピンのために献金しましょうとか言ってですね、皆さんこうお捧げするときに、まさか私の1000円がトイレのために使われるとは思わないと思うんですけれども、もう本当にですね、もう皆さん喜んでくださっています。そして、このキナロ教会はですね、相変わらず水牛のお風呂の横でねっとりと洗礼式をですね、していますね。さっきの妊婦さんも今元気になってですね、そして本当に忠実に教会に来てくださっています。あと、過去数年間ルヨットというところでですね、新しい開拓が始まっています。村そのものが新しいところにですね、信徒さんの小屋を借りて、やっています。2名の受洗者、ローザさん、このローザさんのことについてお話をしましょう。彼はですね、彼女はご主人が無責任な方で家に寄りつかない方だったんですね。ですから女手一つで、娘さん3人を育てたんですね。幸い女の子はみんな無事に成長して、今はカナダとかにですね、出稼ぎに行って、いるんです。でフィリピンはですね、なんと300万円で豪邸が建ちますので、もうこの村には似つかわしくない豪邸が建っているんですよね。アメリカンハウスとかって周りの人から揶揄されるような。ところがですね、このご主人が病気になって家に帰ってきたんですよ。で日本にはですね、嫌な言葉がありますよね。あの生ゴミとか濡れ落ち葉とかそういう言葉がありますけれども、日がな子にうっとうしい顔して家にいるんですよね。でもこのローザさんも、私の人生この男に振り回されて一体何だったんだろうと思っていたんですが、そんな時にですね、このいい男吉原弘勝とですね、もっといい男オスカー・オルガノに出会ったんですよね。そしてこの2人のいい男を通して最高の男のイエス・キリストに出会ったんですよね。そして彼女は人生が変えられたんです。もう今ではですね、私たちが訪問に行くとですね、駆け寄ってきてですね、もう秀子先生みたいに小さいんですけども、駆け寄ってきてですね、もう抱きついてきてですね、もうこことここに、って感じですよね。私たちもこうやりながらお元気でしたとかってやってるんですけれども、もうこの人がですね、もう毎週の礼拝でも喜びに満たされて、証しをしてくださるんですよね。そしてなんと毎週の礼拝で、全生涯の証しをしてくださるんですよ。毎週の礼拝で45分間、もう週報見たら3分にまとめてくださいねって書いてますけど、45分間の礼拝、証しなんですよね。涙ながらの証しなんですよ。でもみんなローザさんが出てきたらもう話が始まるって分かりますから、もう後ろの方からですね、ハレルヤーとかですね、アーメンとか言いながらですね、もうやめろとか言ってるんですけど、もうね、聞く耳持たないんですよね。そして彼らは嵐が過ぎ去るのを待つ。でもこのローザさんを通して、
本当にね、変えられた人生、喜びの人生というのがですね、周りの人々に伝わっているんですね。もうこんな掘っ立て小屋ですよね、ドアもないような教会で、ここに30人ぐらい子供が集まって炎天下でですね、教会学校をやったんです、1週間。よく熱中症が出なかったと思いますけど、熱中症になりそうになった私ぐらいでですね、もうフィリピンの人みんな元気です。もう窓もない、床もないですね。これ役員会なんです。役員会になぜか裸のおじさんがいるとかですね。犬がいてですね、これ時々食卓に登っているわけですよね。食卓ですよ、食卓ね。そして女の先生、これローザさんの豪邸ですね。もう比べてください。これが街道で、これがアメリカンハウスですよ。ね、これローザさんですね。そして、なんとこの水牛のいない清流でちゃんと洗礼式を受けてですね、素晴らしい笑顔を見せてくれるようになりましたが、ちょっとこんな怖い格好で礼拝に来ますので、なかなかみんな怖くてですね、物が言えないというわけですね。このルヨット、でも幸いなことにですね、500平方メートルぐらいの、土地が与えられました。200坪弱ですか。日本の皆さんにですね、1200万って言うと、あ、それぐらいするだろうなって言ってくださるんですけれども、そんな金ありません。12万円です。12万円で500坪の土地が買えました。ですからこれにですね、こういう荒野の果てにみたいな土地なので、12万円でもいらないっていうふうにマリコさんはおっしゃると思うんですけれども、まあ、ここの4分の1ぐらいを使って50人ぐらい入れる街道をですね、5000万円。大きい。50万円です。50万円から100万円ぐらいで建てたいと祈っているところです。またですね、ヌエバビスカヤ州というところで、働きをいただいていることが最近多いですね。クルセードですね。これ吉原弘勝クルセードですよ。ね、ビリー・グラハムみたいでしょ。ね、電気のない村ですよ、要はね。でさっきの街道は壁があって扉がない。今度の街道は扉があって壁がない街道なんですよ。もう理解に苦しみますけれども、ここで喜んで礼拝して、こっからもう新しい教会に出ていってるんですよね、開拓を。もうフィリピンの教会すごいバイタリティですよね。そして教区レベル聖書学校、そして NGO ですね。こういう古着リサイクル医療だとか、文房具を家族で詰めて家族で配ってですね、このセットが200円ぐらいであげられます。まだ鉛筆も買えない子供が多いんですよね。だからこうやって本当にですね、喜んでくれるんですね。全部皆さんの献金を元にしてできているわけですね。300円の、聖書も喜ばれます。さて、3年前の台風17号というのが来ましたが、この時には皆さんにお祈りいただいて、義援金を捧げいただきました。ですね、この台風がなんと私たちのところを3回襲ってですね、そして500人ぐらいの死者が出て、私も本当に死にそうになったんです。1回、戻って2回、3回目がぐちゃ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 ですよね。もう本当に今年の日本の台風みたいな被害が出たんですね。その1週間か2週間後にもうまた超巨大台風が20号が来てですね、もう今度は本当に日本の皆さんお祈りしてください、もう次が来たら大変ですって言ってたんですが、なんとここまで来てもう日本に行っちゃいましたよね。もういつもフィリピンに台風が来たら早く日本に行けってお祈りしてるんですけど、今年自分が体験して悔い改めます。もう日本に行けってお祈りしませんから、お許しください。まあでもそれでですね、義援金に支えられて、この、ここにアッセンブリの教会があるんですよ。ね、もう次が来たら危ないっていうことだったんですが、地割れがしてですね、もう傾いてたところ、皆さんの義援金で別の場所に移動することができたんですね。そして、大学生、お父さんお母さんを土砂崩れで失った大学生が、やはり皆さんのお金で支えられて、学校を辞めずに済んだんですね。本当に喜んで今大学に行き続けてるんですね。こちらもですね、なんと家の左から右に土石流が突き抜けたんですね。でも皆さんの義援金で修理してまだ住んでるんですね。本当に、皆さんにお世話になりました。また広島の教会の皆さんには特に特別な慰問箱をですね、送っていただきまして、もうお礼状が3年後になってしまいましたけれども、本当にありがとうございました。感謝いたします。さて、新学校の方ではですね、そこ通訳しなくていいんですけど、新学校の方ですね、英語の講座をいただいています。
そしてまた、世界選挙、進学生の実習のコーディネートですね。そして、小グループでのケアですね。英語の、学生こんな感じですね。いろんな国いますけど、例えば中国、ミャンマー、ベトナムなんていう形で、全部迫害がある国ですね。フィリピンに来て英語を勉強して、そして進学校で勉強して、それぞれのところに帰っていくという、フィリピンから世界へという流れです。実習に出て行って、そして、小グループですね。アフリカから来ていた学生もいました。今アフリカで牧師をしています。日本人グループですね。日本人も、勉強しに来て、そして日本に帰ってきてですね、牧師になっています。本当にフィリピンから世界へ、フィリピンから日本へというですね、流れがあるんですね。あと翻訳者としてはですね、こういう雑誌に連載をいただいていたりですね、イエスとは誰なのかっていうですね、新しい方が読んでも、新しくない方が読んでもですね、いい本をご紹介することができていますので、ぜひ買ってですね、お読みいただきたいと思います。本当は持ってこようと思ったんですよ。アマゾンで注文して。でも在庫なかったんですよ。すいません。本当にですね、翻訳者としても、仕事をいただいています。まあこんな感じでですね、過去の3年間、働きをいただいてきましたが、これからの3年間ですね、グリーンバレー教会では教会学校を安定させて幼稚園を再開する。ルヨット教会では街道を建てたい。新学校では英語に加えてですね、宣教学講座という講座の科目が始まります。キリスト教宣教の歴史や、産地連動や、宣教師のための言語学習なんていうですね、科目が始まりますので、またお祈りいただきたいと思います。それからですね、12月にはですね、このペンテコステ神学入門、もうまさに新学校のテキストにできる本がですね、12月をめどに、出版予定ですので、またお祈りをいただきたいと思います。またフィリピンでですね、本当に日本の皆さんがお祈りしてくださっている時に、フィリピンで素晴らしい宮座が起こってますので、ぜひですね、ローザさんの45分の証が止むようにですね、これからお祈りしていただきたいと思いますが、この、人口の 95% がキリスト教徒っていうフィリピン、なぜ宣教師が必要なのか、この写真を見てください。左におわしまするは我が主イエス・キリストですよね。ただし、お子ちゃまなんですよね。12歳、サントニーによって聖なる息子っていう子供なんですね。だからいつも皆さん、マリア様にお祈りして、マリア様からキリスト様に取り出してもらうという、これカトリックの信仰なんですよね。まあ、これはカトリックの信仰ですから、まあ1500年続いてます。置いときましょう。右におわしますれば、我らが元主ですね。ブッダ様ですよ。ね。もう手とか揃ってますよね。なんかこんな感じで。で、こうお線香があって、なぜかこのポテトチップスの入れ物に入っているのがですね、ゆるゆるのフィリピン流なんですけれども、このお線香を毎日お捧げして、家内安全、商売繁盛、悪霊退散っていうのが、フィリピンのキリスト教信仰なんですね。幽霊怖い。もう恐怖に縛られてるんです。ですから、まだまだ誰かが言って、そして聖書からですね、皆さんが信じているようなキリスト教を伝えていく必要があるんですね。しかし思い出してください。人口の8人に1人が世界中に出て行っています。ですから彼らが本当のクリスチャンとなって世界に出ていくならば世界が変わるんですね。その行った国々で教会ができて、そしてそこの国の人がイエス様を信じるようになってくる。静岡にフリーキリスト教会というのは新しい教会ができました。アセンブリの教会です。もう100人ぐらいフィリピンの人集まってるんですね。そしてそのフィリピン人のご主人みたいな人たちがやっぱり来て、本当にイエス様を信じて洗礼を受けて、そして日本人の人がこのフィリピン人教会の柱としてリーダーになってきてるんですね。宣教師が入っていけないようなイスラム教の国々にもフィリピンの人なら簡単に入っていくことができるんですね。そして、ベビーシッターをしながらですね、そして英語を教えて聖書を教えて、なんとイスラム教の王家の、子供たちがクリスチャンになっているっていうこともあるっていうんですね。もう信じられないことがこのフィリピンの人たちを通して起こっているんです。ですからぜひフィリピンのためにお祈りください。そしてフィリピンから世界へというですね、このビジョンを共に握ってお祈りいただきたいと思います。またフィリピンから世界へということはフィリピンから日本へということでもあるわけですね。ぜひお祈りいただきたいと思います。さて、聖書の話に戻りましょう。
難しい国、中国、パキスタン、簡単な国、フィリピンということで話をしてきましたが、さあどうでしょう。去年の8月に大きなバス事故がありました。バスがですね、崖からダイブして200メートルぐらいダイブしてですね、80人の方が亡くなったんです。これよくある話です。レスキュー隊とかですね、その、なんていうんでしょう、ジャーナリストの人がご遺体をですね、目の当たりにして、こう、夢でうなされる幽霊が出るとか言ってですね、公費で慰霊碑をしてくれって頼んだんですね。市がお金出して慰霊碑をすることになりました。これもよくあることです。山奥からですね、占い師が招かれてですね、そして、犬や鶏を捧げてですね、慰霊祭が行われました。これもよくあることです。私がこの新聞記事を読んで、驚いたのが、この、占い師っていう人が引退したプロテスタントの牧師だっていうんですね。もう聖書を語り、イエス・キリストを語っていたはずの堀川秀子先生みたいな人がですね、お金に困ったのか、占い師としてですね、お祓いをしているというのが、このフィリピンの現状であるわけです。どうですか？まだフィリピンの国は簡単な国でって言えるでしょうか？日本はどうでしょう？ね、中国やパキスタンと比べたら、フィリピンと比べたら、それぞれあるかもしれませんが、日本もやはり難しい国ですよね。それぞれに難しいところがあり、どこの国も自分のところだけが難しいということは言えない。しかし、どんな難しい国でどんな困難があっても、イエス様は何も考えなくていいから、何も用意しなくていい。ここは本当にスピーチを練習するっていうような言語の意味なんですよね。そんなことはしなくていい。あなたたちが誰かに、教会の話、イエス様の話をしなければならない時になったら、私が言葉を与えますよとイエス様は言ってくださってるんですよね。恐れることはない、緊張することはない、なんとか自分の話にこの人を引きずり込んでやろうなんていう肩に力を入れる必要はない。本当に自然にありのままにいる時に、そこにイエス様が最高の言葉を与えてくださって、証ができるようになる。たとえ命を奪われるようなことがあったとしても、忍耐をするならば命を得る。髪の毛一本、ね、命を失っても髪の毛一本失われることはないというのは、なんとイエス様的な表現でしょうか。本当に私たちは完全に守られ、完全に導かれているんですね。先ほどバス事故の話をしましたが、あの亡くなった80人の方々の中に、実はですね、4人牧師先生がいたんです。2人はバギオの町の現役のですね、ご夫婦ですね。2人はアメリカに移住して、アメリカにいるフィリピン人のための教会の牧師ですが、休暇でフィリピンに帰ってきていたんですね。せっかく帰ってきてくれてるんだから、アメリカの話をしてほしい、教会の話をしてほしい、聖書の話をしてほしいということで、彼は大学に招かれてセミナーをすることになっていたんですね。さっきもフィリピン時間っていうのを言いました。ですから学生たちはやっぱり遅いねっていうことでですね、1時間2時間と先生方が到着することを待っていたんですけれども、しかしこの先生方がついにはですね、この到着することはなかったんですね。本当に期待して祈って出かけていったはずなのに、神様の時が来たんでしょうか。彼らはそのバス事故で天に召されてしまったんですね。私たちも今年、日本で本当に私たち自分たちの命がいつ脅かされることがかもしれないということを体験してこられたのではないでしょうか。今日、明日にもわからない私たちの命、しかしイエス様はどんな困難な中でも、忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい、最後まで耐え忍ぶ者は幸いですと語ってくださっています。私の母親はですね、150まで生きるって言ってましたけども、最近はちょっと弱気になってますが、150まで生きたいんだったらまずはですね、イエス様を信じないと無理って言ってるんですけど、何歳まで生きられるか分かりません。でも本当にですね、何歳で召されようが、しかし本当にこの人生というものをですね、
イエス様を信じる者として、あるいはイエス様を信じる者を家族に持つ者として、本当に輝いて生きていこうではありませんか。本当にこの素晴らしいイエス様がいてくれて楽しい人生をですね、周りの皆さんと分かち合っていこうではありませんか。最後の最後のその時まで証人としての生涯をですね、あるいはその証人を見守る家族としての生涯を全うしていこうではありませんか。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日の聖書の御言葉を感謝をいたします。どんな困難があっても、どんなに教会のことを紹介し話すことが難しいような状況にあっても、たとえ命が脅かされるようなことがあっても、私が語るべき言葉を与えるとイエス様がおっしゃってくださったことを心から感謝をいたします。私たちこの日本にあって天変地異でしょうか、命がいつ脅かされるかわからないような体験をしております。事故もあり病気もあります。しかしたとえこの命があと何年あるにしても、最後の最後まであなたを証しする者として喜んで、また忠実に歩むことができますように助けてください。フィリピンのためにも、中国のためにも、パキスタンのためにも、日本のためにも、また世界のためにも、共にお祈りをしていきます。どうぞ私たちをそれぞれの場所に使わせて、それぞれの場所で豊かに用いてくださいますようにお願いをいたします。どうぞ広島教会の皆さんを祝福してください。堀川博士先生ご一家、秀子先生ご一家、またその他牧師先生方、役員の皆様から教会学校のお友達一人一人に至るまで、あなたが祝福して豊かに守り導き用いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。